こんばんは。今回はアルベロが当たったので、ちょっと今回使っていこうかなと思います。ということで、どうぞ。はい、実際にやってきた試合を見ながら喋っていこうかなと思うんですけども、まあ、このキャラの強みはやっぱり常時飛べる魔法陣のやつですね。はい。転移みたいな感じなんですけど、まあ、自分のいる場所と魔法陣の場所を入れ替えることができます。なので、後ろに置いといて、そのロブを対策するとか、あとは前に貼っといて、その前に出やすくするとか、まあ、その、まあ、飛び方としては立体軌道に近いんですけど、ただあらかじめ貼っとかないといけないので、その任意の場所にね。そこがちょっと使い勝手悪いかなとは思います。ちょっと難しいね、結構。うん。タップするだけでいい立体軌道とはまた違う感じがしますね。はい。まあでも、まあ、オンザの場所に貼っといて、オンザを片方守って、オンザキャラに強くなるとか、まあ、それこそバイスとかね。まあ、そんな感じで一応、その、慣れてくれば、多分ね、このキャラは、だんだんと強くなってキャラなんじゃないかなと思います。現時点でも、この、壁がめちゃくちゃ強いんですよ。壁の方向に打っちゃうと、こんな感じでその反射されてっちゃうので、そこが強いんですよね。あとは、まあ、このアルベド自身がゲットしても反射できるんで、まあ、壁でもアルベドでも反射できるってことで、まあ、防御性能つったらいいのかな、攻撃に入るのかな、これは。まあ、かなり強いなぁとは思いました。ロブとか上げるとさ、それが反射していくし、まあ、こんな感じでエグいとこ狙おうとするとそれも反射していくので、まあ、これがかなり強いかな。まあ、灼熱だと結構氷闇とかに強いんじゃないのかなっていう感じです。はい。あとはポイントを重ねるごとにどんどん強くなっていくんですけど、最終的に血縛り付与があるんですよ。だからまあ本当にミウエとバイス、最近解放された2人をまあなんか見ようとした性能なのかなっていう感じです。ちょっとここ転移ミスってますね。結構なんか打つタイミングとか結構難しかったりするんですよね。あ、で、この試合アクアがいると思うんですけど、アクアが SS 打ってきたので、まあ、どんな感じになるかってのをついでに見ていこうかなと思います。自分アクア出なかったから、まあ、ちょうど相手にいていいなっていう感じでちょっとね、見ていきます。あと、強みはやっぱり、まあ、さっきから出てますけど、灼熱コートに行けるところですよね。灼熱コートでスターストーム打てるっていうのが、まあ、強みではありますね。はい。アクアこれね、これなんか両端になんか隠れてるように見えるんですけど、これなんか録画だと隠れてるように見えるんですけど、実際のプレイ中ってこの札見えなかった気がするんですけど、気のせいですかね。なんか普通にこの札隠れてない状態だった気がするんだけどなんだろう、なんか録画と実際の環境がちょっと違うのかな、よくわかんないですけど、まあ、かなりやりづらい感じはしましたね。なんかオラクルとかアスララケとかそういったものとなんか相性いいですね。こことかもさ、戻るときめっちゃ見づらくてわかんなかったマジでアクア強いっすね。この視点変わるやつ。うん。で、ちょっとアルベドに戻るんですけど、アクアの話じゃないわ。アルベドなんですけど、まあ、アルベド、まあ、ギミック耐性が不動だけだから、まあ、ギミックとかに弱いのか？ちょっと自分の見逃しがあったら申し訳ないんですけど、まあ、ギミック、まあ、でもクレイはそんなないから、まあ、あれですけど、なんだろうな、灼熱だと、セレナの SS とかかな？あとはネモのやつも一応当たるけど、でもまあ血縛りじゃない。不動があるからなんとかなるのか。まあ、これから次第かな。ギミックがあんまり増えてくるときついかもしれないけど、ただ、クレイコートにクラウディアがいたりするんで、クラウディアと合わせるってのもなかなか面白そうではありますね。このキャラ確かなんか、特殊状態になる効果とかそういうの無効化とかないですよね。赤髪パターンではないはずなんで、多分いけると思うんで、まあ、クラウディアと合わせるのも面白そうですね。はい。一応、まあ、そう。なんか、これはね、ちょっとイレギュラーなんだけど、まあ、その視界とかさすがに妨害されると難しいね。あれ、今、魔法陣どこいたっけとか結構難しいですね。ここもミスっちゃってると。ちょっとアクアはね、ちょっとしょうがない。だってこれ初見だもん。初めて当たった試合だったから、これはちょっとね、ごめんなさい。ミスりまくってたんですけど、まあ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 、初日なんでね、こんなもんすよ。ちょっとミスっちゃってるのはちょっとねごめんなさい。はい。まあ一応反射とかできるんで、効果も反射するんで、この色メラが持ってるこのなんだっけイサミラ家とかも一応反射することができます。なので打ってきたら逆に返すことができますんで、そこがまあ強いのかな。はい。あとなんか喋ることあるかな。あ、地味にそっか喋ってなかったわ。ルートが見えるやつもあるんで、まあ、フェレッカとかも意識されてるっていう感じなんですかね。あ、そう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 。この SS さ、これなんでロブにしちゃったんだろう。これ、バイスにスマッシュされちゃうんですけどね。これなんか、普
通に直線とかで良かったような気がしなくもない。はい、飛燕とか、まあまだ11だから1点の効果しかついてないんですよね。だから血縛りもまだ付与できてない。で、あと角度によってはこんな感じで極限反射できないんで、まあ、そこはもう気合ですよね。その、まあ、アイリスみたいなもんかな。あれも片方守っとけば片方守るだけでよくなるんで、これも、まあ、多分ね、右側というかフォア側さえ守ってれば多分ね、極限取れたはずなんで、左側、右側に壁があったから、左側だけ警戒してればよかったんですね。そんな感じのことも、まあ、ちゃんと考えながら動く必要があるのかなっていう感じです。一応片方は守られてるから、多分大丈夫だよね。うん。一応極限が抜ける側だけ、まあ、注意しとくっていう感じですかね。はい。で、ここからは、そっか、血縛りがつくのね。はい。血縛りがついたら、まあ、さすがにやりやすい感じかな。はい。ここも反射してるけど、まあ、瞬間移動とかで取ることができないので、このまま決まりましたと。ハイドル使ってきましたが、まあ、ちょっと初日なのでね、全然うまく使えなかったんですけど、そこは申し訳ないんですけども、まあ、うまく使いさえすれば、まあ、今のクレイの強キャラ、まあ、バイスとかミウメとか、まあ、そこら辺倒せそうですし、まあ、灼熱ストームじゃない、灼熱コートでも、まあ、スターストーン巻くことができるんで、まあ、そういったとこでね、結構妨害することができたりするので、そうですね。結構当たりキャラなんじゃないかなっていう感じです。やっぱスターストーン打てる時点でかなり価値はありますね。しかも、副属性コートにもいけるので、まあ、灼熱だけじゃないっすよね、このキャラ。確か灼熱以外にも普通にいけるはずなんですよ。そう。雪環境になってもいけるんで、まあ、ここが強いとこですよね。まあ、今後もワンチャンあると。あ、そうだ。あとリーダースキル喋ってなかったんですけど、リーダースキルがスター属性だったらアウトしないってものがあるんですよ。まあ、クレイのね、スターっていうとあんまりいないんだけど、はい、スターで絞ると、まあ、こんな感じで、まあ、使いこなせそうなのはなんだろうな、ミカサとか、まあ、花嫁四つ葉とか、そこら辺になるのか。まあ、あんまり現状はね、そのアウトしないっていうのが活かしにくいかもしんないんですけど、まあ、今後コラボが来た時に、クレイが来たら、まあ、このキャラは絶対使えるじゃないですか。だから、まあ、今後のためにも持っとくというのはありですよね。まあ、今後もね、同じようなリーダースキル出る可能性は全然ありますけど、まあ、現状は唯一無二なんで、まあ、結構動画映えもしそうなんで、今後使うかもしれないですね。はい。で、ちょっとね、全体的に灼熱の話を結構しちゃったんですけど、まあ、クレイコートでも、まあ、インデックスと合わせてね、スターストーム2枚、まあ、3枚にも一応なりますけど、まあ、2、3枚にするとか、まあ、そういったこともできるんで、まあ、スターパっていうのもワンチャンがあるかもしれないですね。このインデカンザキと合わせて組むとか、なかなかこれも面白そうかなと思いました。はい、ということで以上、アルベドでした。ということで、ここまで、ありがとうございました。お疲れ様です。